もしも俺たちがヒーローだったらさ。この町は俺たち悪の結社ミラクルジェネレーションが占拠したっす。占拠したところで特に利益はないが、ひとまず占拠したのだよ。待てー、その声はなのだよ。地球の平和は俺が守る、セイバーさん。続くは無口なセイバーマーキュリー、アーンドキラリと光るはこの俺、セイバーヴィーナス。悪は決して見逃さない、セイバームーン。真っ赤に燃えるセイバーマーズ。たまには一番に登場したい、セイバーサターン。俺たちバスケ戦隊プラネッツ。うわ、見事に統一感のない決め台詞っすね。ねえうるせえ、即席で思いつくのはこんなもんなんだよ。即席のヒーローが俺たちに叶うとでも。そんなのやってみないとわからないさ。行くぞみんな。ちょっと待ってくれ。ダサい。どうしたセイバーマーズ。思ったんすけど、セイバームーンってプラネッツに入ってるのっておかしくないですかね。え、だって月って惑星じゃないっすよ、衛星じゃないっすか。確かに鏡にしては真っ当な指摘だ。仕方ない、セイバームーン、お前後方支援な。俺だけ仲間外れ。くそー、ミラクルジェネレーションめ、よくもセイバームーンを後方支援にしたな。なんでそれが俺たちのせいなんすか。悲しいことは大体悪のせいなんだよ。そういう思い込みが悪を悪の道に進めるのだよ。知るか、この技を受けてみろ、まずウルトラマンガホー。セイバーさん何するんすか。セイバーマーズ、お前は分かってない。最初に必殺技を出すのは主役の俺だろ。え、主役はキャプテンなんすか。当たり前だろ、俺は太陽の戦士だぞ。あれ、でも太陽も惑星じゃないよね。え、セイバーさん一緒に後方支援しようか。まだ全然活躍してないぞ俺。必殺技だってシュピンとかシュパンとか出すつもりだったのに。よし、セイバーサターン、ここは合体ロボだ。何その唐突な展開。だってロボ呼んであげないとロボ役の黒子が登場できないじゃん。え、黒子っちロボットなの。どうりで俺たちと一緒に登場していないと思ったのだよ。け、巨大ロボがなくたって勝ってみせるぜ。ひどいです、僕を呼んでくれないなんて。黒子マジでかいぞお前。巨大ロボですから。ロボ焼き払え。わかりました。それ正義の味方のやることじゃ。ファイヤーオン。こうして地球の平和が守られました。おしまい。